HTC One Max の、センサーについてちょっと、解説しておきます。これを見れば分かる通り、これあれだよね。なんだっけ。G センサーか、これ。これでジャイロスコープね。これ何？オリエンタルセンサー。オリエンタルセンサーなんだ。位置センサー。グラビティ。あ、これがグラビティセンサーだな。何が違うんだ、これとこれ。よくわかんないけど。アイネモエンジン、リニア。これ加速度センサー？だよね、きっとね。だと思われますよ。そうだね。加速度センサーだね。で、何これ？ベクターセンサー。ローテーションベクターセンサー。そういうこと？でだね。まあ、だいたいその、だから GPS と、GPS ついているのはまあ当然としてだ。で、ここに2つセンサーがついてます。これどっちがどっちって、どっちかが近接センサーでどっちかがライトセンサーなんですが、一応こっちをピッて塞いでみると、あ、これライトセンサーだね。こうすると、ここのライトセンサーが、値が下がります。塞ぎます。おりゃ。こうなるよと。で、今度はこっちは、こっちが、近接センサーですね。今9センチってなってます。今9センチってなってます。で、こいつを塞ぐと、おりゃ。ゼロなるよね。離すと9センチなってますね。こんな感じですね。だからまとめると、こっちの内側の方が近接センサーで、外側の方がライトセンサーになってます。